イバン・ヘルナンデス、エースラー・リバン、ヘルナンデス・カレラ、アイスラー・リボン・ハーナンデス・カレル、1975年2月20日対は、キューバ出身の元プロ野球選手、投手、右投げ右打ち、エル・デュケこと、オーランド・ヘルナンデスは、イボニー。父と兄の影響で野球を始め、その実力もかなり高い評価を受けていた。1992から93シーズンから、キューバ国内リーグセリエナシオナルデベースボルのイスラ・ラ・フベントゥに所属していい。2、キューバ代表の一員になったが、9月に遠征で訪れていたメキシコのホテルから姿を消し、そのままドミニカ共和国へ亡命。キューバ代表の将来のエース候補だったため激しい争奪戦となり、特にニューヨークヤンキースはフロリダマーリンズを50万ドル上回る500万ドルを提示した。マイアミが全米最大のキューバ系移民のコミュニティを形成しているため最終的にマーリンズを託し、1月13日に4年、総額450万ドルのメジャー契約を結ぶ。実際の年齢はもっと上ではないかと考える意見もある。1996年はAAA級でプロデビューも食べ過ぎによる14キロのウェイトオーバーによる不調で10試合に登板し、2勝4敗。防御率 5.14 の成績で AA 級に降格。AA 級では9勝2敗、防御率 4.34 を記録し、9月のメジャーロースター拡大によりメジャーに昇格し、9月24日のブレーブス戦でメジャーデビューを果たした。のスプリングトレーニングには体重を落として参加。レギュラーシーズンは AA 級で1試合登板した後、AAA 級に昇格し、6月にメジャー昇格。8月31日まで9連勝をマークし、最終的に9勝3敗、防御率 3.18 で、新人王の投票では、スコット・ローレンに次ぐマット・モリスと共に2位タイとなった。チームはワイルドカードで、プレーオフへ進出も、ヘルナンデスは、シーズン終盤3連敗と不調なため、先発ローテーションから外され、リリーフとして登板していたが、ブレーブスとのリーグチャンピオンシップシリーズ第2戦で、アレックス・フェルナンデスが右肩を痛め戦線離脱し、代役として2勝2敗で迎えた第5戦に先発登板した。主審が外角の判定に甘く、それに気づき、徹底的にそのコースへ投げ、15奪三振を記録し、1失点で完投。ジョン・スモルツに投げ勝った。チームは初のワールドシリーズへ進出し、初戦の先発を任された。5.2 回を投げ3失点で勝ち投手の権利を得ての降板となり、チームは7対4で勝利した。しかし、ヘルナンデスは途中降板した。自分自身に腹が立ち、グラブを投げつけ、帽子を何度も叩きつけていた。2勝2敗で迎えた第5戦は9回途中まで8、死球ながらもシリーズ2勝目を挙げた。試合後、キューバ政府から特別ビザが下り、2年ぶりに母との対面が実現した。チームは第7戦でワールドチャンピオンとなり、ヘルナンデスはシリーズ MVP を受賞した。7月25日にトレードでサンフランシスコジャイアンツへ移籍し、3月24日にはモントリオールエクスポズへ移籍。2003年からまで3年連続でリーグ最多イニングを投げている。2005年は開幕から絶好調で、4月24日から7月1日のシカゴカブス戦までの間、12勝3敗、防御率 3.48 を記録。特に 5.6 月は負けなしだった。しかし、後半戦に入ると、5月中旬に痛めた左膝の状態が7月20日のコロラドロッキーズ戦以降、さらに悪化。シーズン中の手術も考えられたものの、閉幕まで投げ続けた。結局、後半戦は3勝7敗、防御率 4.58 と前半戦に比べると調子を落とした。それでも、シーズントータルでは、自己2位タイとなる15勝、6年連続200、投球回を達成。も、エースとして、開幕からプレーするも、昨年の10月の手術の影響で不調に陥ってしまった。8月7日に熾烈なプレーオフ争いを繰り広げ、先発投手を求めていたアリゾナダイヤモンドバックスにレード移籍。移籍後は復調し、10登板で防御率 3.76、登板試合すべてで5イニング以上、7試合で7イニング以上投げるなど、4勝5敗と負け越したものの安定した投球を披露。ナショナルズでは24先発、9勝8敗、防御率 5.34、146.2 投球回は、ヤンキースから出戻ったランディ・ジョンソンの長期離脱もあり、エースのブランドン・ウェブに続く先発2番手としてシーズンを通してプレー。10年連続 199.2 投球回以上となる 204.1 投球回を投げ、ローテーションを守り、プレーオフへ進むこととなる若手主体のチームで存在感を示した。しかし、その一方で8年連続10勝以上となる11勝こそ挙げたものの、負け数も同数の11敗、防御率 4.93 と精彩を欠いた。2月12日にミネソタツインズと1年500万ドルで契約を結んだ。10勝を挙げたものの8敗。防御率 5.48 と不安定な投球だったため、8月1日にフランシスコ・リリアーノと入れ替わる形で戦力外取った。8月6日、コロラドロッキーズへ移籍した。2月14日、ニューヨーク・メッツとマイナー契約。4月11日にメジャーへ復帰。しかし、8月20日にビリー・ワグナーの復帰に伴い解雇された。その後8月26日、古巣のナショナルズに3年ぶりに復帰した。同年、両チーム通算で9勝12敗と負け越し、連続2桁勝利が9年で途切れた。1月31日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結び、スプリングキャンプに招待されるも、3月30日に放出される。その後すぐにアトランタブレーブスとリリーフ投手としてメジャー契約。6月22日に、ミルウォーキーブルワーズと契約するが、40人枠から外れたために10月17日に FA になることを選ぶ。3月12日に現役引退を発表した。1990年代半ば頃は速球投手であったが、キャリア晩年は平均時速 135km 程度のフォーシームと同じぐらいのツーシーム、時速 130km 近くのスライダー。時速 110km 足らずのカーブを織り交ぜる、緩急と無の変化で工夫する、技巧派投手になっている。ゴロをあまり打たせることができないので、四球が多くなり、本塁打も打たれやすい。2011年は、メジャーの先発投手の中で、最も平均球速が遅かった。シーズンを通して怪我なくローテーションを守るスタミナに、定評があり、年間イニング数が200を超えたことが10回もある。鉄腕である。ジャイアンツの投手コーチを務めるデーブ・リゲッティは、彼は止めなければ250球でも投げ続けるよ、きっと。本当に、馬車馬のようだと評している。太めの体格にもかかわらず、軽快な動きで守備には定評がある。シルバースラッガー賞を獲得したことがあり、打撃もいい投手。ナショナルリーグでの経験が長く、通算の打席が多いこともあり、215安打。10本塁打、123犠打、投手として歴代8位、打率、221などの好成績を残している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。